どうもキャンパスボーイです。お願いします。はい、今日はですね、石井町のお祭りに来ております。石井町飯尾川公園祭りです。はい、今ですね、ステージでいろんなイベントが行われております。まあね、もう時期はね、すっかり夏ですね。今日甲子園始まりまして、もう炎天下の中でね、今日もイベントあったんで、見てください、この焼け方真っ白でしょ。炎天下の中でね、ライブあったんですけども、まあ日焼け止めが効いたんですかね、これ。はい、ちょっとですね、せっかく来たので、お祭りの中を探検したいと思います。それでは行ってきます。さあ行こう行こう行こう。ちなみに右側が僕でしたね。これなんだこの行列、すごい道を塞いでおります。すっごい行列。ただいまオリジナルミクソーパズル受付前にて藤井子ちゃん、何ですかね、受付が。お疲れ様です。こちら、これは何ですか。これはね、お化け屋敷なんです、はい、3D のお化け屋敷。メガネかけて、はい、お化けが起き出してくる。おお、そうなんですね。これちなみに今ネット生配信してます。はい、まだちょっと急遽今配信したんで、まだ誰も見てないですけど、記録、あ、録画も残ってますんで、はい、3D、ホーンデッドハウスっていうね、まだネット見ますね。はい、もうキャンパスボーイで検索でお願いします。トップ10入り目指しましょう。頑張ります。もう目指しましょう、本当に。ありがとうございます。キャンパあります、本当に。はい、あ、これね、はいはい、四国初上陸らしいです。 3D で荒れる。これ一人100円だそうですね。入った？あんまりどうやった？まあちょっと怖かった。石井の子？おお、何歳ぐらい？お、中学生？兄ちゃんになったばっかり。いや、かわいいな、おい。兄ちゃんです。任しました。あー、これね、今配信してるよ。いやいや、いいよいいよ、ありがとう。これね、100円で。これね、すごいね。まあ向こうもこうやって屋台とかね。こっち広場が向こうあるんですね。広場が向こうあって、あっちに見えるのが富士グランの石井店です。富士グラン石井店、月も綺麗ですね。半月ですね、今日。綺麗な月ですわ。楽しんでる？いや、べーって。こらこら。はい。こっちちょっと向きようか。すごい。行列が。これね。ホンデッドハウスですよ。ゾンビの館ね。で、これが。あなたがジグゾーパズルの、ジグソーパズルの主人公にと、世界で一つだけのパズル。こうやってね、これ写真撮ったら自分だけのこれパズルができるんですよ。僕らもね、先ほど、パズルを作りまして、まだあの夜の配信でも紹介したいなと思いますけど、パズルが作れるんですよ。まあこうやって、こうやって写真を撮ってですね、そのデータで、まあ、パソコンに取り込んで パズルを作ると。じゃあ これ皆さんご存知、スラッチくんです。スラッチくん、こちらですね、石井町のマスコットキャラクターができまして、石井町のマスコットキャラクターができまして、藤子ちゃんと。2、3歳くらいの女の子が迷っております。
藤子ちゃんっていうね、石井町のキャラクターができてあるんですよ。あこれね、ユダパズルが作れると。アンパンマンのサンダルを履いた2、3歳くらいの女の子が迷っております。はい、お連れの方がいらっしゃいましたら旧実行委員会本部までお越しください。はい、だから藤子ちゃんは、石井町の市の町の花が藤の花ですかね。だからこういう藤子ちゃんという妖精だそうで、まあ言うたら年齢とかも詳細が不明だと。キャラは妖精だと。でこっち今スラチ君はスーパースラチ君です。スーパースラッチ君ですね。今お腹に S のマークがありますけどね。あ、あ、後頭部しか映ってない後頭部しか映ってないな。あら、あ、可愛らしいですねはい、さあ、かわいいですね。あ、待って待って待って、なんか写真撮る。大丈夫ですよ。はい、いいです。すみません。あ、かわいらしいねこれ。あさあ、今はですね、ステージのメインステージの方では、阿波踊り、愛子連ですかね、愛子連という連が、地元の連ですかね、踊っております。あ、屋台がずらっと並んでおりますね。はい、これね、このステージ、両方向からでも見れるようにできてまして、どの位置におってもね、ステージが見えると。まあ、例えで言うたら、なんかプロレスのリングみたいな感じですけども、筋肉マンのリングみたいな状態になっておりますけども、決してリングではございませんので。今そちらでですね、僕も午後夕方前ですね、ライブの方をさせていただきまして、ビンゴ大会と、今はですね、阿波踊りとなっております。やっぱ屋台見てると何かやりたくなりますね。キャンパルは遠くの方でキャンパルやってくれました。あー、美味しそうな屋台。あ、くじ引きね。やっぱ今 AKB が多いですね。で、向こうの野原ではですね、みんながゆっくり休んでおりますね。こんな感じです。あ、くじ引きとか人形釣りとかあるんですね。キャラクター人形釣りっていうのはあるらしいですね。そんなんあるんや。ねえ、これ月夜の下で踊る阿波踊り、いいですね。風情がありますね。じゃあほんまにたくさんの方がご来場しますね。はい、とりあえず場内をね、軽く一周してみようかなと思いまして、ちょっと急遽配信してみました。そうですね、こっちもゆっくりできるスペースが
これ雲の形綺麗ですね。僕が好きな雲の形ですね、これ。あー、いいですね。絵になりますね。はい。まあ、子供たちが浴衣を着て、いいですね、遊んでおります。あの行列がもう、今は時間がですね7時超えましたね。7時を超えましたね。あ、映らない。はい、金魚すくい釣れてるんかな。わ、すごい金魚大きい。金魚デメキンと、もうあれ濃いですね。サイズが違いますね。サイズがすごい。若干濃いの域に達してます。濃いみたいですね。でも金魚です、これが。ごめんなさい。可愛らしいですね。あ、うまそうですね。イカ焼きです。あの金魚は捕まえた人はいてるのでしょうかね。あれ捕まえた、すごいですよ。あ、スーパーボールすくい、いいですね。あ、すいません。はい、あ、こっちもみんなゆっくり休んでますね。今日は一新町のお祭りに僕らキャンパスボーイが参加しまして、まあ4時10分ぐらいからですね、ステージ始まりましたと。で、4時半からですね、まあ1時間ぐらいかけてですか、ビンゴ大会がありまして、もう大盛り上がりで終わりました。やってるね、こっちの方にも、もうやってる方にもめちゃくちゃねテンション上がりまして、大幅に時間オーバーしたんですけども、もうみんななんかもう、もう OKOK と。大盛り上がりで終わりましたね。スピードくじ、あ、キャラクターのお面とかね、はい、いろいろありますね。あ、てかスタートこっちから始めたらよかったかな。スタート、あ、まあ、ちょっと熱中症とかあったんですかね。
まあ、僕らのステージ中も熱中症があったらしくてですね、倒れた方いってるらしいですけども、これが石井町飯尾川公園夏祭り、石井町飯尾川公園夏祭りと、ようこそ石井の夏祭りへと書いてますね。なんか僕らのビンゴ大会の時には、石井の町長さんまで来ていただきまして、石井の町長さんが言うたプレゼントみたいな、はい、いろんな方にね、なら知り合うことができましてと、まあそうですね、これ肉巻きおぎり、おにぎり、肉巻きおにぎりですね。先ほど僕らもいただきまして、初めて肉巻き食ったんですけども、めちゃくちゃうまかったですね。なんか、あ、今好評で販売今停止中ですね。次のものが出来上がるまで今販売が今停止されてますけども、まあ、早急でこうやって焼いております。本当にめちゃくちゃ美味しいですね。これ1個300円、安い、あ、大反響ですよ。こちらものすごい並んでますね。なんかいろいろお話しようかと思ったんですけども、ちょっと忙しそうなので、はい、すいません、前失礼します、ね、ちょっとお話ししたかったんですけども、忙しそうだったので、ちょっとまた別のね時に話そうと思います。すごいですね、行列もうここまでザッと行ってます。かき氷がいいな、失礼します。あら、ここにメシ、メシあるな。あ、もう夜になりにつれて、この、すいませんね。やっぱ花火のね、この時間になるにつれて、人が増えてきましたね。なんか夜店っていいですね、やっぱり夜店はいいですね、ほんと。ヨーヨースクやってますね。ちょっと覗いてみましょうかね。あ、大丈夫です、はい。いけるかな。実行委員会本部より会場内スタッフに連絡いたします。白のタンクトップに黄色のハーフパンツ、4歳くらいの男の子、ご家族の方が探していらっしゃいます。心当たりの方がいらっしゃいましたら至急本部席の方へお連れください。繰り返します。白のタンクトップに黄色のハーフパンツ、
4歳ぐらいの男の子を、クロ狙いですね。お心当たりの方がいらっしゃいましたら、地球本部までお願いします。惜しかったね。あ、でも優しいですね。はい。よいしょ。さて、私はね、いろいろと、あら、まあ、そろそろ一周してきましたね。ダーツがありますね。なるほど。親子の休憩所。親子の休憩所らしいです、ここは。あら。あれ、もうそろそろ花火の時間でしょうかね。あ、急にポーンネットハウスがきらびやかになりましたね。気がつけばポーンネットハウスがきらびやか。これ僕らも入ったんですけど、めちゃくちゃ怖いです。でも中入って1分程度のじゃあ長さなんですけども、結構ちっちゃいちっちゃいんですけども、 3D でほんまにうわーなりましたよ。僕23歳になってうわー言っちゃいました。さあ一体何が行われてるんでしょうか。お母さんと一緒だから大丈夫だね。キャンバスボーイです。キャンバスボーイ。はーい。キャンバルキャンバルっていうのが、てかすごい悲鳴が。キャンバルキャンバル。せーの。キャンバルキャンバル。ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張ります。あ、間違えた。キャンパリます。キャンパリます。はい。僕らも頑張ろうか。頑張ろうか。はい。じゃあキャンパル。じゃあ準備いいかな。はい、行こうか。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、気をつけて行ってきてよ。はい。うわ、ほんまじゃ。うわ、ほんまに立体に見えるんですよ。これ意外にも、怖いです。舐めてかかったらダメでした。怖いです、ほんまにこちら。これが100円で体験できると。はい。一人100円体験できる。これはお得ですよ。これが四国初上陸で今日ね、こちら出てるんですよ。この音が気になりますね。聞こえてるでしょうかね。ドッ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 ってなってる。ちょっと出てきた時の、うわーっていうのを聞きたいですね。どういう反応で出てくるのでしょうか。怖い。これは 3D メガネをかけると立体でね、浮き上がってくるんですけども、そろそろ出てくるのかな。リアクションがすごい。あんなリアクションになるんです。あんなリアクションになります。いいね、あの子のリアクション良かったね。
もう。怖いですね。今日は大人気ですね、こちら。すっごい最後尾が見えないですね。後ろの方ですね。多分ね、30分ぐらい待つよ。あそこが一番最後だから。まあね、子供たちが、そうですね、何分ぐらいになるのかなと。すごい。あ、ちょっと待って、入った声出てこへん。あれ、それはそれ怖いねんけど、さっきのあの子供たちの後に誰か入ったのに。お、今出てきた。おお、これ結構1分程度は待ったんですけど、実際2分ぐらいなんですかね。はあ、もうみんなリアクションがいいですね。悪魔のささやきですね。一人ずつ行くかという悪魔のささやき。ですね、最後のもう一グループ完走。早かったね。早いね。早い。メガネ、メガネね。早かったね。思わずメガネ返し忘れてますね。早い。パッと上がりやすい。上がりやすい。いや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 。怖かった？いや、キャンパル。キャンパル、キャンパル。キャンパスボーやけど、キャンパル、キャンパルや。キャンパラ、ラ。見てないんだけど。え？めっちゃ怖かった。え、見てないの？見てない。はい。こういう番組はね、今あのネットの動画生配信中なんで、今ね世界に流れちゃってます。キャンパスボーイやけど。キャンパルっていう、頑張るみたいな。なるほど。そうそうそう。使い方はこういう感じで。キャンパル、キャンパル。はい。はい、やって。で、いや、もう、笑い方。キーがすごいことや、今。まあ、この笑顔が数分後には消えるんでしょうけどね。はい、まあこんな感じでですね、配信をしてきたわけなんですけども、まだあの阿波踊りがまだあるんですね。それがあってと、花火もあって、それでまあ今日のプログラムが終了と。で、僕らもダッシュでね、ちょっとまあ汽車で帰りまして、まだ夜10時から生配信なんですけども。40分かかるそうですね。大人気ですね、こちら。かかりん怖い。かかりんさん怖いですね。まあまあまあ、こんな感じですね。はい、やってきたんで、あ、人形が消えている。は
あーなるほどね。もしもし、はいはい。あらららあ、はいはい、人形の方がねなくなっちゃってましたね。はい、じゃあね、こうやって僕らテントこうやってここで休憩してたんですけども、はい、これ若干嬉しいより恥ずかしいですけども、はい、ちょっと画面戻します。あ、どうもです。はい、こんな感じですね、やってまいりました。いかがでしたでしょうか。あ、すいません、距離感がもう胸にあるからいいか。あ、まあ、こんな感じですね、石井町のお祭りを一周してまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。楽しめましたでしょうかね、縁日の風景を。はい、可愛らしいね。ああ、やられる、やられる。ああ、まあまあまあ、まあこんな感じでちょっと横いいかな。はい、まあこんな感じですね、キャンパスボーイの清水とですね西浦でお届けしたんですけども、楽しかった。うん、楽しかったって。はい、まあまあこんな感じでやってきたんで、まだ配信終わりましょうか。じゃあ以上、キャンパスボーイでした。バイバイ、また夜の10時。藤田君バイバイは、バイバイやって、バイバーイ。はーい。